コーデンウィキリークス流出事件は2010年11月28日よりウィキリークスでアメリカ合衆国の機密文書が公開された事件。通称ケイブルゲート。11月28日、25万1287件の文書のうち219件がエルパイス、ルモンド、デア・シュピーゲル、ガーディアン、ニューヨーク・タイムズによるマスコミ報道によって同時に公開された。 文書の内訳は、機密扱いされていない文書が13万件以上、非文書が約10万件、高レベルの機密文書が約1万5千件、極秘文書はなしである。ウィキリークスは当初、すべての公電を数ヶ月をかけて公開することを計画したが、口述の通り2011年9月2日に全25万通を公開した。流出データはもともと、 バグナット近郊基地に駐屯する情報歌詞官のブラッドリー・マニングが国防省のシプネットネットワークからレディー・ガガの音楽 CD に見せかけた CD で持ち出したとみられている。2010年11月22日、ウィキリークスは米軍に関する過去の機密文書をまとめて公開する準備をしているとツイッター上で公表。26日、マイケル・マレン統合参謀本部議長は ウィキリークスに対して中止を求めた。28日、ウィキリークスがアメリカの秘密外交文書約25万点を公開開始。ロバート・ギブス報道官は直ちに最も強く非難するとの声明を発表した。以後、ウィキリークスは1日に数十の文書を公開していくという手法を取ったが、協力関係にあったガーディアンの記者が2011年2月に 出版した著書の中に公電を閲覧するためのパスワードが書かれ、未編集版の公電が誰でも閲覧可能な状況になってしまったことを同年8月に公表。ウィキリークスは9月2日に全25万1287通の文書公開に踏み切った。この際、伏せ字も行わなかったため、公電上に記載された情報提供者の名前まで暴露された。 一挙公開に至った背景には、前述の通りパスワードが流出するなど、ウィキリークス自身が莫大な数の公伝をコントロール、しきれなくなったのが原因との指摘もある。約25万点の外交公伝が公表、そのうち5697点は、東京発の公伝で3番目に多かった。このうち1660点が、機密文書に当たる。公電はあまりに数が多いため、 その範囲も多岐にわたる。ここでは一部について記述する。欧州への核兵器配備確認文、オランダやベルギーなどに、米軍戦術核兵器の配備を確認する文書が、含まれていた。文書によれば2009年11月に、ドイツを訪問したフィリップ・ゴードン国務次官補が、ドイツのクリストフ・ホイスゲン首相補佐官との、会談内容で、ゴードン次官補が、ドイツ、ベルギー、オランダから、 すべての核兵器を撤去すると、トルコにとっても保有し続けるのが政治的に困難と述べたとされている。ドイツ武装勢力と間違えたドイツの一般男性を拉致した CIA 係官に対する逮捕状を発布しないようドイツ側に脅すつもりはないが、対米関係の影響を見極めるべきだと警告。パキスタン2007年以来兵器などの転用を恐れ。 パキスタンの研究用原子炉から高濃度ウランを取り除く秘密活動。パキスタン側もこれを認めた。北朝鮮イランサウジアラビア中国日本、シンガポールインドシンガポールの無所人大使がアセアンに一つだけ欠けているのは愚かなインド人の友人だ発言。スロベニアアメリカがグアンタナモ米軍基地のテロ容疑者の収容所を閉鎖するために オバマ大統領と会談したければ収容者を受け入れるべきだとスロベニア側に迫っていたことが明らかになった。アメリカ合衆国対韓国、イギリス・イングランド銀行のマービン・キング総裁がデイビッド・キャメロン首相に対して経験不足を懸念。アフガニスタン・ヘルマンド州のマンガル知事が2009年1月、 同州に駐留するイギリス軍に対して、英部隊が行ったのはキャンプを作っただけと激しく非難した。イスラエル・マレーシア・ミャンマー・リビア2009年、カダフィ大佐が高濃度ウラン5.2キロをトリポリ近くの滑走路上に投棄するよう指示していた。同年9月に、ニューヨーク、エジプトホスニーム・バーラク大統領が、イランが核兵器を保有するならば、エジプトも核開発を行う可能性があると、 アメリカ側に伝えていた。バチカンマイ外交官の公伝によれば、ローマ教皇庁の多くの聖職者は、電子メールを使わず、文書にも旧来の暗号を用いているなど、数々の失策を招いていると指摘。聖職者のほとんどがメールアドレスを持っていないという、国際原子力機関、アマノユキヤ事務局長がアメリカの大使に対して、交換人事から、 イランの核兵器開発疑惑まで、あらゆる戦略的な重要決定について、断固として米側に立つと米国に変更した行動を、取ると表明したとされる。この疑惑に関して、天野事務局長は2日に会見し、間違ったことはしていないと反論。北、大西洋条約機構 NATO が2010年1月に、バルト3国を、ロシアの脅威から守る秘密計画を立てていた。 外交公伝の公開の初期には、アメリカ大使館の職員らによる、各国首脳らへの歯に衣を着せない評価が多く、公開された。無礼なイギリス王子、バットマンと相棒ロビン極端に危険な男無能で、空っぽ、欧州のリーダーとしての影響力がないベルルスコーニ。写真左は、元ブラジル大統領、ルイス・イナシオ・ルーラ・ダシルバ約束を決して守らない、男怒りっぽい。 権威主義者中国習近平国家副主席に対し正しいものが勝利するハリウッドの戦争映画がお好き、中国映画はお嫌いのようだ。イギリスアンドルー王子に関して外国での無礼な振る舞いを指摘する内容が含まれていた。アメリカ当局は同王子の振る舞いにショックを受けたという。その後中英アメリカ大使は弁明に追われた。その後同王子が2008年に イギリスの防衛関連会社のワイ疑惑の捜査はビジネスを台無しにしてしまう愚かな行為と司法当局を非難したことが明らかになった。中キルギスマイ大使は王子の態度はとても横兵だったとしている。北朝鮮金小日総書記に対し肉のたるんだ老人、脳卒中の結果精神的にも肉体的にもトラウマを負ったと評している。ロシア、バットマンが プーチンでメドベージェフは、相棒ロビン、事実上のマフィア国家、企業の犬などとアメリカの中路大使が発言。ロシアの政治情勢を皮肉った発言と伺えられる。イタリア、ベルルスコーニは無能で空っぽですよ。欧州のリーダーとしての影響力なしですね。連日パーティーが良いだと非難。イランドイツアンゲラ、メルケル首相に対してリスクを避け。 創造性に乏しいフランスニコラサルコジ大統領に対して怒りっぽい権威主義者裸の王様イスラエルベンヤミンネタニヤフ首相に対して約束を決して守らない男アフガニスタンハーミドカルザイ大統領に対して極度に弱い男事実に耳を傾けようとせず突飛な話に動揺する古代妄想に取り憑かれている事実を直視できない弱い男 リビアカダフィ大佐に対して気まぐれで風変わり8時間以上のフライトは NG、金髪看護師と恋仲。トルコアフメトダウトオール外相は極端に危険。カザフスタンヌルスルタンナザルバイフ大統領の次女のムコが誕生日パーティーに100万ポンド使ってエルトン・ジョンのコンサートを指摘に開催。オーストラリア中央米大使がケビン・ラッド外相を コントロールフリークと表現。ホワイトハウスは、米国政府に対するサイバー攻撃として、全面戦争を宣言。12月1日、再発防止に向けて、国家安全保障会議に担当官を設けた。2日、ヒラリー・クリントン国務長官が11カ国の首脳に、電話で、遺憾の意を表明した。これまでに、アースイフ、アリー・ザルダーリー・パキスタン大統領とハーアミド、 カルザイアフガニスタン大統領、クリスティーナ・フェルナンデス・デキルチネル・アルゼンチン大統領には電話で直接謝罪。タイギリス、フランス、ドイツ、中国、カナダの外相らにも遺憾の意を表明した。ロバート・ギブズ報道官は3日、今は共有の必要性と知る、必要性のバランスを取らなければならないを理解している、と述べた、情報共有の見直しを進めることを明らかにした。 司法省エリック・ハンプトンホルダー司法長官は捜査で国内法の違反が明らかになる場合起訴すると明らかにした。国防総省注意を払わなかった不適切な管理者の責任を問う方針。行政管理予算局ジェイコブルー長官はセキュリティ点検チームを各部署に配備を指示した。ペイパルインターネット決済サービスのペイパルは12月3日。 利用規約にある不法行為目的の利用は禁じるに違反するとして送金を停止した。ポストファイナンススイス優先公社の銀行部門、ポストファイナンスは12月6日、アサンジ容疑者の銀行口座を凍結した。残高の3万1000ユーロは返金される。アマゾン .com ホスティングサービスを提供していたアマゾンは12月2日、追放した。オーストラリアウィキリークス創始者が オーストラリア人であることから、ラッド外相は一義的な責任は国家機密を守れなかった米国政府と米国人にある。従って、オーストラリア国民であるアサンジに対して必要な法的支援を行うとウィキリークスを擁護。一方で、キラード首相はアサンジは犯罪者としているため、オーストラリア政府の見解は定かでない。ベネズエラウチャベス大統領は、 私は、ウィキリークスの人たちの勇敢さと勇気を祝わねば、ならないと称賛し、クリントン国務長官は辞任すべきだと述べた。キューバ・フィデル・カストロゼン国家評議会議長は、巨大なスキャンダルだ。内容が本物であることは、疑いない。語りたいことはたくさんあるが今は、ハイチのコレラ対策と戦っているとした。ジンバブエ・ロバート・ムガベ大統領夫人は、 違法なダイヤモンド取引に関わったとされるウィキリークスしの内容について嘘だとして報道した地元新聞を提訴したロシアイタリア無能と称されたベルルスコーニ首相は官僚でもないしたっぱ役人の言ったことなど見るに値しないねとコメントした後日クリントン米国務長官と会談しあなたほど良い友人はいないねと強調フランス日本をランダ報道によると 戦術核の配備文書が流出したことで一部野党議員はもはや秘密にしておく必要はないとして政府に配備を認めるよう求めた。中国パキスタンバシット外務報道官はアメリカがパキスタンの研究用原子炉から高濃度ウランを取り除くという秘密作業を実施したとする内容を認めるコメントを出した。サウジアラビア外務省のヌガリ報道官は サウジンに何も関係ないとコメントした。イランアフマディ・ネジャード大統領は、無価値な悪ふざけとコメントした。イスラエル・ベンヤミン・ネタニヤフ首相は、イスラエルは損害を受けていないとコメントした。カザフスタン・カナート・サウダバイフ国務長官権外相は、我々の戦略的なパートナー関係には影響しない。韓国政府は、国家安保に危害を与える状況はないと、暫定的に結論付けた。 北朝鮮ウィキリークスを引用した形で、韓国のリアキヒロ大統領を批判。アフガニスタンカルザイを批判したザヘルワル財務省が辞任した。国際連合、ハンキブン事務総長は、今日はブリーフではなく、トランクスですと、ウィキリークスにすら公開されていない、機密情報を自ら暴露した。国際連合人権高等弁務官事務所、ナバネセムピレー弁務官12月9日。 ペイパルなどの金融機関がウィキリークスの口座を凍結したことについて表現の自由を認めた権利に抵触している可能性があると述べた。アサンジ容疑者が逮捕されたことについてはウィキリークスには表現の自由があるが逮捕の理由は情報を暴露したことではないと指摘。ウィキリークスと提携するニューヨークタイムズやガーディアンなど大手メディアは積極的に暴露文書を報じている。 ウォールストリート・ジャーナル、日本語版でも、ジャパン・リアル・タイムで、日本に関係する文書の内容を掲載。今後文書の一部を公開するための参考として、読者から希望する文書をメールで募集している。イギリスメディア、編集メディアを活用した大々的な公開手法は、もともとガーディアンの名物記者、ニック・デイビスがウィキリークス側に持ちかけたものである。 デイビス記者は2010年6月下旬、ブルッセルのカフェでアサンジ氏と接触より文書公開の衝撃度が増すとして連携を持ちかけた。ガーディアンのブログでは当時分刻みでウィキリークスの情報を更新していた。アメリカメディア、編集をオールストリートジャーナルと CNN にウィキリークス側から情報の提供の申し出があったが、 解禁日時を破った場合の罰金などを要求されたため拒否した。ニューヨークタイムズは以前にジュリアン・アサンジを批判する記事を書いたことから申し出はなかった。そのためガーディアンから公言を入手することになった。ウォールストリート・ジャーナル WSJ は12月2日付のウィキリークス問題に回答はないと題したオピニオンにおいて情報漏えいを解決する方法が一つある。 それはインターネットをなくすことだとして、もはやそれ以外の方法はないと憂いた。ニューヨークタイムズニューヨークタイムズ氏は、情報は、米国内外の人々が知るに値する政策を、明らかにしており、貴重と肯定している。ワシントンポストアサンジ容疑者の基礎に断固反対の、立場を示している。フランスメディア、編集ルモンドは、ウィキリークスは、窃盗の罪で、有罪、新聞は、 共犯との非難に対して無規則で無制限な暴露という批判に対しては責任を持って主者選択していると説明。ウエストフランス市の世論調査では国民の54%がウィキリークスに肯定的、特に若年層では73%に達したと報じた。オーストラリアメディア、編集シドニーモーニングヘラルド氏などオーストラリアメディアはウィキリークスはメディアだと 同サイトを擁護する内容の書簡をキラード首相に送っている。イタリアメディア、編集音楽誌ローリングストームは、ロックスター・オブ・ザ・イヤーにアサンジを選出した。同氏はすべての秘密の破壊者であり、天使だ。外交や帝国の安定に終わりをもたらすポップリーダーだと称賛している。パキスタンメディア、編集ザ・ニュース・インターナショナルや、 ザネーションが12月9日付の一面トップでインドの暗部を暴露する記事を代々的に報じたが、後にガセネタと分かった。スウェーデンメディア、編集スウェーデンテレビはアサンジオッったドキュメンタリー、ウィキレブルズをウェブ上で公開している。ウィキレブルズ、ザドキュメンタリー対メディア、編集プミホン国王がクーデターに肯定的との情報が暴露されたが、 タイの法律では王室に関しての言論は厳しく、制限されているためほとんど報じられていない。日本メディア、編集日本の主要紙ではおおむね公開された情報の内容よりも公開の是正に対する批判が多く、ペンタゴンペーパーズは戦争終結に一役買ったが、今回の事件は公益性が全くないといった見方である。時事通信ウェブサイトに特集。 ウィキリークスという特設ページを開設している。毎日新聞毎日新聞は12月1日付の11月30日付では、ウィキリークスの暴露とは結局各国リーダーの棚卸し、寸評価と批評。産経新聞、産経新聞は12月3日付の主張で内部告発を一律に犯罪と決めつけることは、 国民の知る権利の制約につながりかねないと主張するも、だが一定のルールも必要で、国益や公益を損なわず個人の権利などを侵害すべきでない、無責任な暴露は情報統制を招くだけだとしている。朝日新聞朝日新聞は12月1日付の流出資料出版、警視庁はなぜ謝らないと題する、警視庁国際テロ捜査情報流出事件に、 対しての社説において、情報の真偽や価値を見極め、公開することによる社会の利益と被害を比べ、報道に踏み切るかを判断する新聞、放送など既存メディアに比べ、公益性の吟味をせずに情報を移すよう今回のやり方は、責任を果たしているとは言えないとウィキリークスのあり方を批判した。読売新聞読売新聞は12月1日付の 内部告発サイト公益性格、米外公文書の暴露と題する社説において、25万点もの公電を順次ネット上で公開する手法は公開の意義や目的、影響などを慎重に検討した上での行動とはいい、固く覗き見趣味に迎合するかのような無責任な暴露と批判されても仕方あるまいと指摘し、また宣伝効果を狙ったのだろうと批判。そして、 新しい時代に合わせて政府や企業が機密情報の管理を強化するのは当然と主張した。日本経済新聞日本経済新聞は12月2日付の米外交文書の流出が突きつけた問題と題する社説においてこの問題はいくつかの視点から考えねばならないとして3の問題を挙げた。一つ目の視点は真の機密に値する情報とは何かという視点から 外交や国防に関する情報は本来公開すべき情報であり、機密ではない。真の機密情報とは、各施設に対するテロにつながる情報のようなものだと指摘。二つ目の視点として、情報管理体制を上げ、同時多発テロの反省から各省長官で情報共有を進めてきたが、一条東平ごときが簡単に、外交公伝などに、 アクセスできるようでは大きな失態だと非難。三つ目の視点はウィキリークスの責任を挙げ、既存のメディアは報道した後も責任を取る必要があるがウィキリークスにはそういった配慮が一切なく報道がもたらす、被害、情報統制など今後の影響に一切責任を取らないウィキリークスに強い懸念を持たざるを得ないと結んだ。 聖教新聞聖教新聞は11月30日付の社説情報の管理に最新の注意をにおいて日連大商人はなはて堅固なれどもありの穴あれば必ずついに不可思惑たる水のたまらざるがごとしとありの一決も許さない無事故への徹底した警戒心を忘れることなく新たな年を迎えたいと結んだ伊勢新聞伊勢新聞は月日付の体感召喚において 世界の首脳の寸評は基地に富み、愉快で感心させられる。目新しさから言えば驚くほどでもないのではないかと、している。西日本新聞西日本新聞は12月4日付の、告発サイト幅広い公益性の点検必要と、題する社説において、機密情報をめぐっては、権力機関の嘘や疑瞞を暴く事実は、公開を大原則とし、公開によって、 一般市民の安全を損なわないかなど、幅広い観点からの公益性の点検が必要だと、し、国家の機密と知る権利との関係はどうあるべきか、この古典的な問題を時代の変化に即してもう一度考える時が来ていると結んだ。中国新聞中国新聞は、大手メディアが持つ信頼性や文書の内容を精査した上で発信する能力が欠けていたウィキリークスと、 特段値を逃したくないメディア側の本音が合致したと指摘。沖縄タイムス、沖縄タイムスは12月4日付のネット社会の思い課題と題する社説においてインターネット社会の進展がもたらす国際社会への挑戦には違いないと書いた。神戸新聞、責任のない公開は疑問だという社説で、米政府は対策チームを発足させたものの遅きに失した感は否めない。 秘密情報の管理に油断があったとアメリカ政府の情報管理能力の問題を指摘。ウィキリークスに対しても知る権利は自由主義国家では保障されるべきだが問題はどこまで責任を持って公開しているのかという姿勢にある。責任は報道するメディアに任せ、ウィキリークス側は責任を免れようとして姿勢には疑念が湧くと非難している。京都新聞、ウィキリークス衝撃的だが あやうさもと題する社説で、当初箱を通じて入手した生の情報に手を加えず、ネットに掲載するやり方は、個人や団体に危害が及ぶ、危険性を排除できない。情報をめぐる、判断や、編集を、ウィキリークスはほとんど行わない。この点からも、報道機関とは呼べないと非難。アメリカ政府に対しても、公電には公開しても差し支えないと思われるものも、多く、 政府の情報公開の不十分さも露呈した。米議会では、ウィキリークスのテロ組織指定や、資産凍結を求める声もあるが、行き過ぎだと非難。また、ウィキリークスはネット時代の新しいジャーナリズムの流儀を示しているという声がある一方、今回、ウィキリークスとの契約を断った新聞や、テレビもあると今回の件で既存メディアのあり方、問題点を示した。 北海道新聞十二月十日付の社説で問題の焦点はそれが人々の知る権利に応える公益性を持つのかそれとも外交や安全を脅かす行為なのかという評価にあるとしている。シナの毎日新聞アメリカ政府はウィキリークスを犯罪者と非難しているが職員の多くが簡単に機密情報にアクセスできる政府の情報管理こそが問われるべきだと 米政府を非難。さらに、国が表現の自由を脅かすような規制強化を考えるべきではない。むしろ情報公開を積極的に進めるのが民主主義だと主張した。指揮者の見方、編集、岸広之今回のウィキリークスの問題はインターネットそのものが問題。非規制のインターネットにおいて、好き勝手をやられたら大変なことで無差別テロに近いと非難した。 中田博士、これは、国際社会に対する、情報テロとして捉えるべきだとして激しく非難した。上杉隆政府の隠そうとした情報を暴き、国民の知る権利にある程度応えていると称賛。また、日本のコメンテーターやキャスターの見解は、政府側によっていると、日本政府と日本のジャーナリストに対して批判している。三宅、国彦、問題は、ウィキリークスに、 この種の対義名分がないことだ。25万件もの雑多な香典を10杯1から下に暴露するとなれば、これはージャーナリズムや内部告発で吐く新手の無政府主義的無差別攻撃というべきだと厳しく非難。カリフォルニア州バーグリー市議会は、彼は犯罪者でなくヒーローだ。メダル授与に値するとして、情報を盗み出した。 マニング上東兵の釈放を求める決議を準備している。抗議活動、編集なのか支持者らがロンドン裁判所前で保釈を求める抗議活動を行った。支援活動、編集はンジの保釈金のうちマイケル・ムーアが2万ドルを提供。他にもフロントラインクラブの創設者や、剣道地らも支援を名乗り出ている。サイバー攻撃、編集四チャン利用者などインターネットの 匿名サイト利用者が主体のアノニマスと呼ばれるグループは8日、我々はインターネットの自由戦士だ。ウィキリークスに対抗するものは誰でも我々の攻撃対象になると宣言。ウィキリークスへの送金を停止したペイパルをはじめ多くの企業や個人のウェブサイトが分散型ドス攻撃を受けサーバーが停止するなどの被害を受けた。この一連の攻撃は 仕返し作戦と名付けられている。参加者は徐々に増え始め、若者やコンピュータエンジニアら約数千人が参加している。ヨ日ガ、ビザ、マスターカード、ペイパルの公式サイトが一時アクセス不能な状態に陥った。他にも、血塗られた反米工作員と非難したサラペーリン元アラスカ州、知事、アマゾンにウィキリークス排除を呼びかけたジョーリーバーマン米。 上院議員の公式サイトも被害を受けた。一方アマゾンへの攻撃は失敗したと報じられた。アノニマスは OK、標的を変えた。アマゾンを攻撃するほど大きな組織じゃないとメッセージを残している。8日夜から9日未明にかけて、スウェーデン検察庁のページもディードス攻撃を受け、数時間ダウにした。一方なのか、アノニマスのサイトが逆にディードス攻撃を受けた。 9日、コールドブラッドを名乗る22歳のハッカーは、これはデータ戦争だ。俺たちはインターネットを誰にでも開かれた自由なものにしようとしているのだと発言。10日、ビザとマスターカードのサイトを攻撃したとして、オランダの16歳の少年が逮捕された。ありがとうございます。